コーニッシュは、ベントレーの乗用車の名称である。名称の由来は、フランス南部の秘書地、コートダジュールにある道路。コーニッシュと名付けられた最初の車は1939年に、パリのコーチビルダーである、バンボーレンによる、ベントレーマーク V をベースにして、圧縮飛行場、キャブレター内後継化等で、性能向上を図った試作車である。最高速度は、 マーク V の時速 156km から時速 193km に引き上げられ圧倒的な高性能となったが、第二次世界大戦の開始のため生産されることはなかった。1941年までに4台の車種が完成し、ボディは1台だけが仮装された。この唯一の完成個体は、ヨーロッパ大陸で 24000km に及ぶ耐久テストを行った後、 イギリスへ出荷される予定であったが、ディエップ港で爆撃により爆破され、もしくはダンケルクで空爆を受け沈んだ。ベントレイコンチネンタルベントレイ T1-2 ドアサルーンと、コンバーチブルが1971年3月から、カムのプロファイルを変更、アメリカ基準の排気浄化装置を取り外して10%ほど出力を上げ、内装もより高級にして、高日衆の名称で発売された。 この時、ロールスロイスブランドでも同時に、ロールスロイスコーニッシュとして発売されている。最高速度は時速 192km を超えた。前輪ブレーキはベンチレーテッドディスク化され、この措置は間もなくロールスロイスシルバーシャドウ、ベントレーティーシリーズ全部に及んだ。タコメーターを備え、ステアリングホイールも15インイコール約 38cm のウッドリムに変更されている。 当然体的にオーナードライバーによるスポーツカー的な味付けがしてある。クーペは1982年に販売終了し、コンバーチブルのみとなった。1984年コンチネンタルに改名された。生産台数はクーペ63台、コンバーチブル77台、計140台である。ありがとうございます。